この講義ではテキスト8、9ページの学校教育の初手続きの基本問題を解説します問題を解いてからご覧くださいで、8ページ、9ページ、学校教育の初手続きという非常に広いテーマのタイトルになっているわけですがまあ、学校が毎日滞りなく運営されるためには色々な手続きが存在します でそのうちまあ採用試験の中で出題の多い部分というのをまあピックアップして触れるということでございます。で、まあ、テーマ1とまあ同じですが全部の選択肢を見るということができませんので、えー、重要なところを触れていくというところでございます。で、えー、問題1が学校保健安全法について述べた文として正しいものを選べというものです。 でこの学校保険安全法について述べた文という1番の問題と2番の学校保険・学校安全について述べた文としてというのはある程度重なり合うものですのでちょっとここは2つまとめて見ていきます。で学校保険安全法というふうに言った時には大きく2つの内容が採用試験において品質の内容です。でまず1つ目は感染症に関してです。 で感染症については例えば問題1であればカッコの3ととととですすねカッコの3と4ということになりますで、えー、校長は1つ目の出席停止ですで校長は感染症にかかっておりかかっている疑いがありまたはかかる恐れのある児童生徒等があるときは政令で定めるところにより出席を停止させることができる。 で出席停止というのはまあ欠席ではなくて他の子たちに移ってしまう可能性があるので、えー、出席しないでねというまあ措置です。で感染症の場合この出席停止は個人に対すするる措置でであとということですでそれに対してもう一つこの20条です。20条は臨時休業というふうに学っていますが。 学校の設置者は感染症の予防上必要があるときは臨時に学校の全部または一部の休業を行うことができるというふうになっています。でここで学校の全部または一部の休業というとピンとこないかもしれませんがおそらく経験があるのはいわゆる学級閉鎖と言われるものですでもしその学校でもっと広まっているという場合には学年閉鎖であるとか全校閉鎖というふうにえー 規模がまあ大きくなっていくわけですがこの学校の一部の休業というのに関してはいわゆる学級閉鎖を想像していただければ結構ですで感染症に関しては個人の出席停止そしてもう一つは学校のの全部部ままたは一部の休業というまあ2つがありますでこの2つに関してはどういうふうに問題を作るのかというとこの典型的な選択肢が選択肢1番の3と4。 なんですが何が違うのかというともちろん内容は違います内容は違うんですが内容について出題するということは特に選択のところの場合マークのところの場合というのは内容については聞けないわけですそうすると選択肢の中に何らかの罠を仕掛けておかなきゃいけないということになるんですがその典型的な選択肢三と四というのは 今前にお示ししている条文との違いを見て頂ければわかると思うんですがこの主語のの部分といいうのを入れ替えていますつまり本来個人の出席停止は校長が行うにもかかわらず3ではは学校の設置者はといいううふうになっていますそれに対して臨時休業が学校の設置者であるにもかかわらず4番は校長はと。 いいう,うに言っていますでこのまあ手続きですね手続き関係に関してはこれまあたまたま2つあるから入れ替えて問題を作っているわけですがこれ以外にも色々な言葉が存在します例えば「教員は」にしてみたり「教育委員会は」にしてみたり。でこういった主語の手続きに関するものというのは問題のバリエーションが比較的選択肢のバリエーションが多いので特にこういう2種類ある この場合でいうと感染症というカテゴリーに2種類あるという場合にはただそれが2種類ある出席停止と臨時休業の2種類あるということではなくてどっちが校長でどっちが学校の設置者なのかというところを把握をしておきたいというのが問題を使う時に必要な知識です。ただ2種類あるということは先ほども触れましたが採用試験では聞かれません。 聞聞かかれませんといいうか聞けないんです、ね、物理的に問題の性質上。でこの2つあるということではなくて出席停止個人の出席停止は校長で臨時休業は学校の設置者だというここの関係ですねここの組み合わせを把握をしておくとその主語以外のところって変えにくいんですね。例えば 全一部の休業はできるが全部の休業はできないみたいな選択肢っていうのは作りにくいので、基本的には誰がそれを決定するかという話です。で、学校保健安全法に関してはこの感染症ともう一つ出題が多いのが健康診断です。で、健康診断に関しては1番の選択肢でいうと2です。 そしてもう一つ2番の選択肢で言うと4ということになりますでちょっとまあ条文3つあるので分かりづらいかもしれませんが感染症が2つなのに対して健康診断は3つありますでじゃあその3つ何かというとちょっとこの見出しのところまず見ていただきたいんですが就学時の健康診断そして児童生徒等の健康診断職員の健康診断という3つです。で 順番に確認します。就学時の健康診断は誰を対象にしているのかというと、翌学年の初めから同校に規定する学校に就学させるべきものでと、で、えっとこの問題の4が就学に関する問題なわけですが、次の年度、次の4月に入学するという子どもを対象に。 修学時の健康診断もしくは就学前就学の前と書いて就学前健康診断というふうに言う場合もありますがえ翌年入学する子どもを対象に健康診断をやるとそしてえ2番目3番目はまあ分かると思いますが在籍している児童生徒等そして学校の職員の健康診断という3つに分かれます。この3つのつ健康診断ががあるんですが 採用試験でそれだけ出題をされるということはただ3つあるということだけではなくてこの3つががそれぞれぞ実施主体が違いますで修学時の健康診断に関してはこれもまあ後ろのところに解説ちょっと載せてありますが義務教育小学校に入学する前の事務に関しては「修学事務」というふうに言うんですがこの「修学」という字を使って「修学事務」というんですが。 修学事務は基本的には市町村教育委員会が全てをやりますのでこの修学時の健康診断も市町村の教育委員会がやるそして児童生徒の健康診断つまり在籍中の児童生徒の健康診断は各学校でやるそして職員の健康診断は学校の設置者がやるとでこの3種類あって3種類とも実施主体が違うということでございます でその時に就、まあえー、学時の健康診断に関してはまあそれでいいんです先ほどの説明で就学事務だから市町村の教育委員会だなというのでいいんですが今ここで、えー、職員の健康診断のところで学校の設置者という言葉が出てきましたで先ほどの感染症のところでも臨時休業のところで学校の設置者という言葉が出てきました。で この「学校の設置者」という言葉が出てくるのは採用試験の中で最も出題の頻度の高いところでいうとこの出席停止と、えー、あ臨時休業感染症の臨時休業と、えー、職員の健康診断の2つです。それ以外でもまあ出てくることはありますが最も頻度が高いのはこの2つです。で「学校の設置者」という言葉 こちらでいうと職員の健康診断で出てくる学校の設置者という言葉はどういう時に使うのかというと私立の学校を含むという時には学校の設置者という言葉を使いますでもしかしたら意外なことのように思われるかもしれませんが教育委員会と私立の学校というのは全く何の関係もないですね。つまり私立の学校に対して教育委員会が何かを命令するということはできないんです でその命令することができないという関係で言うと私立の学校でも感染症にかかる人は増えることはあり得るわけですでここをもし教育委員会にしてしまうと私立の学校では学級閉鎖ができないということになってしまいます個人の出席停止は校長なので校長は私立の学校にもいるから問題ないわけですで。 もう一つ健康診断もこれが職員の健康診断私立の学校にも職員はいるわけですからこれも私立の学校も対象にしなければならないので学校の設置者はというふうに言っています。学学学校ははもちろんありまますしこれまだ就学時のの健康診断は入学前なので私立は関係ないでそういったまあ,2つまあ実際にはこの2つが一番頻度は高いんですが。 学校の設置者という言葉は先ほど言った手続きき関係ででは色々なところで出てきますでそれが私立の学校に関係しているものであれば学校の設置者という言葉をまあ使うということは一つ選択肢を減らす時の知識として持っておいていただくと幅広く使えるかなと思います。学校保険安全法に関してはまあこの2つなんですが 一つちょっと学校安全に関しての条文です。で、どこと関わってくるかというと、問題二の括弧二と括弧五の選択肢です。括弧二と括弧五です。で、えー、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令というまあ非常に長い名前のものです。で、あのー、部活動なんかの あの顧問をやるという場合には必ずまあちょっとこの法律もしくは試行例というのはまあ目を通さなければならないものなんですがこれえいわゆる学校安全という中でなんでこの条文が出てくるかということですで柱書きのところです全校大高校はマインですが学校の管理課とは次に掲げる場合を言うつまり教員であるとか学校が児童生徒の 安全を確保しなきゃいけない時間と空間というのがここで決まっています。まあ具体的には空間が決まっています。で、もしここに掲げる学校の管理下で児童生徒が何らかの事件事故に巻き込まれたという場合には、学校に管理責任であるとか損害賠償責任というのが生じますよという空間です。で、選択肢の二からいきます。 登下校中の児童生徒は学校の管理下に行わ置かれていないため通学路上で発生した事故に関して学校の設置者または管理者に過失責任は生じないで、これが第四号です第四号ちょっと下でちょっと見にくいんですが児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合で、通学路というのはここでいう通常の経路にあたりますつまり 通学路上で何らかの事件事故に巻き込まれた場合というのは学校の管理下なので責任が生じますよこれが選択肢の2です生じないとありますが学校の管理下なので生じるというのが正しいわけですもう一つ括弧5部活動中における児童生徒の事故については 法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく教育活動中の事故には当たらないと。でこれえ学校の場合には部活動の場合にはこれえ中学校では部活動でまあクラブ活動というのが学校の教育課程からも外れてしまっているのでえ学校の教育活動の中には含まれないんですね部活動の場合には。 小学校のクラブ活動は特別活動の中に入っていますが部活動の場合にはここから外れているので責任が生じないというふうに考えられるわけですが第2号です児童等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合で課外指導の代表的なものとしては部活動があります。 もしくは例えば休みの日に教員が児童生徒を何か美術館に連れて行くとか地域の何かに連れて行くというような地域の,あのお祭りで何か演技をするというようなものも含めて課外指導というのに含まれまれすですので部活動中の事故についてもこれは学校の管理下ですよという規定です。で この独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令というのはまあ名前からして非常にマイナーなまあイメージを抱かせるものなので逆にそれで出題が多いとまあ毎年10から15ぐらいのところで出題がなされるというまあマニアックですが採用試験の世界では非常に有名な法令ということになります。学学校校安安全全については学校保険安全法よりも こちらの日本スポーツ振興センター法施行例の方がまが出題は多いというふうに考えてください。で、えー、問題の中でいくつか、えー、あるんですが、えー、施設設備に関してです。で施設設備のところは問題2の選択肢の3というところです選択肢の3です。 で施設設備に関しては、まあ、いくつも規定はあるんですが、えー、まず学校教育施行規則で学校には校地土地校舎工具工具っていうのは机とか椅子とかそういったものです運動場図書館または図書室保健室その他の設備を設けなければならない学校として認められるためにはこういうものがなきゃいけないよという規定です。でもううつここ校舎といいううになっていますが 校舎の中になければならないものというのはもう一つ小学校設置基準これまあ中学校高校も同じなんですが設置基準というのがあって校舎には少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。で選択肢の3。 ですが学校においては保健室を設けなければならないが特別の事情がありかつ教育上支障がない場合は設けないことができるというふうにあるんですがそうういいいった規定、まあ、どちらにもないということこですで図書館または図書室保健室に関しては施行規則で決まっていて設置基準でも決まっています。でテキストのこの後ののここ後解説のところには 学校保健安全法であるとか学校図書館法でもまた別途を規定されているという条文をまあ載せてあるわけですが図書室保健室に関しては3箇所で決まっていると、まあ、同じことを言っているということでございます。で,、えー、問,題3で,すで問題3は学校の組織や運営について述べた文というふうになっているわけですが。 今、えー、この問題でいうと選択肢の1と5のところをちょっと先に見ていきます。1と5で,すで、えー、問題特に今1の学校評価に関わるところなんですが学校教育法第42条です。でこの学校教育法第42条は2007年の6月に改正された比較的新しい法律です。で学校教育法自体はでできててから何度も変わってるんですが その中でまあ近年では最も大きな改正が2007年の6月の改正ですで、そこで新たに加わった条文がこの42条ですこの後見る43条も同時にできていますで、42条こういう条文です <laughs> 小学校は文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校への状況について評価を行い その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることによりその教育水準の向上に努めなければならない。でちょっと条文としては長いし複雑だなというふうにまあお思いになるかもしれませんがここで重要なのはまず把握をしておきたいのはえ学校運営の状況について評価を行いというふうに言っています。つまり学校評価をやることとが義務付けられたいいうふうふに考えてください で学校評価を行うことが義務付けられたというふうに考えるんですがその時にじゃあ何のために評価をするのかというとその後ですその結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずるとつまり、えー、学校評価をやってあの学校はいい学校だあの学校は悪い学校だということを決めたいのではなくて 何のために評価をするかというと課題を明らかにしてその課題を次に修正して次に反映させるというために行うのがこの学校評価ですよというふうに言っていますそれが学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずるということですで、言葉としては聞いたことがあるかもしれませんが PDCA サイクルというふうな言葉どっかで聞いたことがあると思います で、えー、学校評価に関して言うとまずプランを立てます計画を立てるでこれはいわゆる学校目標というのがどの学校でも決まっていますで学校目標を決めたらそれを実行するまあ実施するでこれまではやったらやりっぱなしであることが多かったというのが基本的な認識ですつまりある目標を立てたらその学校があたかもそれを全員が満たしたような 感覚に陥ってしまうということがあったそれに対して今回学校評価が義務付けられたというのは計画を立ててやったらやりっぱなしじゃなくてちゃんとチェックをしなさいこのチェックが義務付けられたというふうに考えてくださいで、このチェックを義務付けたんだけどこのチェックがやって終わりではなくてその後に改善点が出てくるで、まあ もともとのマネジメントサイクルに関する経営学のアメリカの論文なんかでは通常アジャストを使うんですが日本ではアクトでなぜか広まっているのでとりあえずアジ,あのアジャストでもアクトでもどちらでも結構です。で改善点を探してこれサイクルなのでこれが永遠に続いていきます改善点が出てきたらそれを次のプランに盛り込むという形です。 で学校評価今回はこの評価が義務付けられたんですが何のために評価を行うかというと改善点をを明らかににすするるとといいいううためにそれを行っているという構図ですで学校評価と一口に言っても種類は主体によって学校評価の主体によって3種類に分けられます。でこの3種類というのが自己評価学校関係者評価第三者評価。 という3つです条文はこの後のところにまあ出てきているんですが簡単にまとめるとこういう話です。でここで出てくるのは、えー、選択肢の 1, です選択肢の1小学校は当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について外部専門家等による評価を行いその結果を公表するよう努めるものとする。で 外部専門家等による評価というのは第三者評価という評評価価ですで第三者評価というのはこれ、えー、と右側のところにあるんですが、えー、自己評価が義務付けられていたり学校関係者評価が努力義務できるだけやってねという努力義務であるのに対して第三者評価は任意ですややりたきゃやっていいいいよという扱いです。 で法令上の規定も第三者評価というのはないんです、ね、学校評価ガイドラインという文部科学省が作っているこういうふうにやってみたらという書類の中にまあ入っているというものです。で問題は、えー、第三者評価この外部専門家等による評価というのが第三者評価だというふうにここはまあ読み替えなきゃいけないんですが、えー、そういった努力義務は課されていないということです。で これも自己評価学校関係者評価第三者評評価価第三学校の教職員がやるのか保護者地域住民がやるのか外部専門家が行うのかという主体の違いによる3つの評価の義務付け努力義務任意というのが違うのでこれも3つをそれぞれ整理をしておかなきゃいけないというところですでこの学校評価と関わってもう1つです。 先ほど42条が新設されたということについて触れましたでその42条と連続している43条というのも2007年の6月に新設されていますで、えー、学校評価は義務付けられたんですがこの情報の提供に関しては最後のところです 当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を「積極的に提供するもの」とする「提供しなければならない」ではなくて「あくまで」積極的に提供してねというふうに言っています。でその背後には下のところにちょっと載せましたが教育基本法の第13条というのがあって。 学校家庭地域住民その他の関係者は、えー、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに相互の連携及び協力に努めるものとする。学校とととと家庭と地,域地域住民といいいいいううのは連携しててやらななきゃけよに言っていますでじゃあその連携するためには学校が適切に情報を公開する提供する必要があるということで43条ではあくまで積極的に提供すると。 いうふうに言っているということに注意をしていただきたいと思います。この直前の四十二条は、学校評価が義務付けられています。それに対して、四十二条は、義務付けたのではなくて、積極的に提供するというふうに言っています。でこの積極的な提供というのが、選択肢の五ですね。選択肢の五は、情報を提供しなければならないというふうに言っているので、これは誤りということでございます。 で、えー、もう一つうなんですが、えー、選択肢でいうとお3番のおカッコ3とカッコ4ですねあとはあ3番の2ですね3番の234のところです。で選択肢の作り方の一つのパターンとして似てるものを区別するというのがまずあるんですが。 この職員会議と学校給食に関してはイメージと違うというところで狙われる問題の作り方ですで、職員会議は何がイメージと違うのかというとまず何のために作るのか校長の職務の円滑な執行に資するためつまり校長がスムーズに仕事をするために置かれるのが職員会議ですよで、何じゃないのかというと 意思決定何かを決めるための機関ではないということです。で、選択肢のカッ三が典型的なものです。小学校には学校の重要な方針を決定するため職員会議を置かなければならない。何かを決めるための機関ではなくて校長を補助するための機関だ。学級会のような学校の何かを決めるには職員会議を減なきゃいけないというようなものではない。もう一つは。 職員会議は置くことができるです置かなければならない筆地の期間ではなくて任意設置の期間ですですのでに三の選択肢はここも誤りです職員会議は置かなければならない筆地の期間ではなくてあくまで任意設置置きたきゃ置いていいよという扱いの期間です そしてもう一つイメージとのギャップで言うと学校給食ですでおそらく多くの方は小学校中学校で当たり前のように学校給食が出てきたと思いますが中学校においては実はやってないところというのが全国にはあるんですねで学校給食についてはどういうふうに言っているかというと実施されるように努めなければならないというふうに努力義務が課されています できるだけやってねで小学校中学校当たり前のように学校給食が出てきたという方ほど注意をしておいていただきたい。学学学校校給食はははは義義務務でででななくくてああま努力す小っったたけど中学校はなかったというところの方はいいんですが、えー、両方出てきたところの方はご自分の記憶と法令上の規定というのがずれているという可能性があるのでそこのところはちょっと注意をしておいていただきたい部分と。 で2コマ目学校教育の初手続ききとということで、えー、進めてきましたで全部の選択肢を解説することはまあできなかったわけですが後ろのところを参照にしながら、えー、知識を整理しておいていただければというところでございます。では、えー、テーマに学校教育の諸手続きの基本問題の解説は以上で終わりにします。